ミュージカルオリバーでフェイギン役を演じさせていただきます。武田真治です、えー。これからこの作品にかける思いなど。語らせていただきます。オリバーはですね、今回あのオーディション。を受けさせていただいてたので。本当に嬉しかったですね。あのオファーが来たっていうことではなくて。今、まあ、勝ち取ったというふうに思うと、やっぱり。 そのの役が決まっったた。時の嬉ししさはちょっと別格でした、えー、オーディションはですねイギリスの本国の方にですね、えー、まずは自分で歌って自分でそれなりにこう自分なりに動いてみてというのを送って、えー、それにパスできたら演出の JP さんと1対1のまあ通訳の方がいる状態なんですけどその場で JP さんのリクエストを踏まえながら、えー、フェイギン役を歌とちょっとした動きなんかやってみてその次がですね JP さん演出の方と、えー、振り付けの方、えー、そして音楽の方と4社の、えー、リモートオーディションを受けてそこでさらにあの細かいリクエストに答えたり、えー、やってみたり、えー、自分の考えを言ったりということをして。 でそのオーディションのやり取りが全部録画されていてその録画をマッキントッシュさんに見ていただいて最終的な号が出たということなんでもう本当に本当に嬉しかったですね泣くほど嬉しかったです、えー、まず市村正親さんはですねこの15年ミュージカルの作品では本当に頻繁に市村さんの作品に呼んでいただいて勉強させていただいてたんで もう市村さんとまた同じ作品に関われるっていうのは本当に嬉しいですし、えー、まさか同じ役を演じさせていただく日が来るなんて本当夢にも思わなかったことなんで、えー、またいろいろ勉強させていただきながら自分の足りないものを補いたり自分が知らなかった得意な部分なんかも見つけられたらいいなと思ってます。えー、他にはソニー ソニンちゃんはもういくつもの作品でご出演させていただいててその実力はミュージカルファンじゃなくても知るところなのではないでしょうかねそしてあの褒め言葉として聞いてほしいんですけど彼女から歌声を取ったとしても役に入り込むという、えー、力は本当に誰よりも強いので演技者として優れてるそこにあの彼女の歌唱力も入ってくるので。 今無敵な舞台女優さんなんじゃないでしょうかね浜田めぐみさんがっつりと作品でご一緒させていただいたことはないんですけれども、えー、ガラコンサートなどでご一緒させていただいたりしてます、えー、本当にすごい綺麗な歌声の持ち主で大好きな女優さんですね同じ事務所に所属しているというのもあって、えー、勝手に親近感さえある女優さんです、まあ、イギリスでももちろん世界的にも スタンダードって言える作品の一つだと思うんですね、えー。そういうものに自分が参加できるっていうことを本当に心引き締めて稽古場のもう一瞬一瞬も真剣に、えー、取り組んでいきたいなと思いますし、えー、そしてあのとはいっても、えー、子役の方がたくさん出る作品なので日々起きるちょっとした変化なんかも楽しむ余裕を持てるように 取り組みたいなと思ってますそれこそこの世界に入らせていただいて今31年目なんですけど若いうちにあのチヤホヤされたこともあって若干燃え尽き症候群みたいな時期があったと思うんですがもっともっとなんか自分が情熱を注げるものないかな何だろうって思ってる時期にですね市村正親さんという素晴らしい表現者と出会って彼についていこうと思ったのが2006年。 「睡にとっと」っていう作品でご一緒させていただいた時を思った思いでそれ以来この15年間本当に市村さんの作品に何か役がないかっていうことでいつもくっついて歩いてたんですけどミュージカル作品に情熱を注ぐ市村さんの姿とかを見て自分もこういうふうに年齢を重ねてこんなことが表現できる表現者になりたいなっていう新たな目標を持たせてくれた人なんですね。 まだ僕がミュージカル作品にいろいろ参加させていただいてるっていうのは一般的にはもしかしたらえ、意外って思われる方もいるのかなと思いますこの作品を通じてミュージカル俳優としての自分の一般的な認識さえ勝ち取りたいと思っていますミュージカルオリバー公式 YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございましたぜひチャンネル登録お願いいたしますフェイギン役武田真治でした